写真拡大。オープン戦、ロッテ 3-0、阪神21日、ZOZO マリンスタジアム。らしさ、前回の34球だ。2番手の阪神、浜地が、2回、無安打無失点と、快投。開幕一軍入りへ、もうアピールに成功した。成長を感じさせたのは、6回、4番、井上との勝負だ。フルカウントの7球目以降、直球勝負に切り替えた。四球も頭にあったけど、ここで置きに行って、今まで痛い目に遭ってきた。最後は、自信のある直球で、空振り三振に打ち取った。2日のソフトバンク戦で一軍初先発後、3試合連続での救援登板。開幕ローテを目指す先発か、ロングリリーフか。だから一軍にいるために、言われた場所で投げたい。宜野座キャンプに抜擢され、走り続けた2ヶ月間。考えたいと悩ましげ。3年目の新生が、嬉しい悩みの種になりそうだ。